共通テストの試作問題ですね、はい、出ました。まあ、4技能試行、どういう風になるかの予想とかね、しようと思います。で、そういう時にどういう風に難しくするかっていったら、情報処理の問題で難しくする。で、情報処理の問題って言ったら、コメントがついてて、どうやってそのライティングを直すか、ぶっちゃけむずいと思いますよ、相当。で始まりました。てちゃんねさあ今回なんですが、はい、2025年度からの共通テストの試作問題ですね、はい、出ましたので、そちら英語の方ですね、見ていきたいと思います。英語リーディングと英語リスニングの方ですね。まあリスニングの方は音声ついてなかったんですが、あの読み上げソフトでちょっとね読み上げてで聞きながらやったんですけど、まあ過去に出たやつを書いてるだけなんで、知ってる内容だったんでちょっと面白くなかったんですが、まあ問題解いた感想とどういう風になるかの予想とかねしようと思います。でぜひね解いてみたいという方はですね、はい、英語リーディングも英語リスニングの問題も、はい、出ておりますので、はい、リンク貼っておきますので、まあ、そちら見ていただければいいかなと思います。いわゆる、まあ、4技能試行という形です。いわゆるリーディングとリスニングしかないんだけども、スピーキングとライティングの力を測るよ、なんとか何としてでも、みたいな感じになってます。で、それの試作問題として、ああ、なるほどね。こういう風にして、スピーキングの力見るよ、ライティングの力見るよっていうことなんですね。まあ、無理がありますよ、ぶっちゃけ。はい。これができたからといって喋れるか、これができたからといって、ライティング書けるかって言ったらそんなことはないんですけど、実際やっぱね、インプットとアウトプット違うんですけど、でもまあ、頑張ってやってるなっていう印象ですね。もう面白いなと思った。なるほど、こういう風にして一応スピーキングの力、ライティングの力測ろうと思ってるんだなって思います。実際僕は可愛い塾でスピーキングの授業と4技能の授業をやってたんですけど、まあそれの教材にぶっちゃけ似てるんですよ。ああ、やっぱね、そう、スピーキングにこのリーディングとかリスニングっていうのをこう混ぜるときってこういう風に作るっていうのがまあある程度あるんですね、型。なんでそういう教材のものと似てるし、実際。だからこれから使われると思いますよ。僕のそのね、スピーキング教えてた授業のマテリアルはもしかしたら共通テストリーディングのものとして生まれ変わるんじゃないかなとちょっと思ってますけど、リスニングの方も4技能の授業でやってたリスニングセクションのものに似てるんで、まあぶっちゃけリスニングのものは東京外語大の問題とか、まあ今の共通テストもそうですけど、TEEP CBT がちょっと近いなっていう印象ですね。全部じゃないですよ、あくまで。それと近いなっていう印象です。まあリスニングはほんのちょっとしかないんで、あんまり話すことないんですけど、リーディングの方じゃあ見ていきたいと思いますね。はい、第 A 問とか、なんだ第 A 問とかって思うんですけど、 Read and understand various viewpoints about smartphone use って言って、スマートフォンについてのね、この意見があるんですよ。 A, B, C, D, E 5人の人の意見があって、で Take a position on high school students use of their smartphones in class っていう風に、それを読んだ後で、で決めると、どのポジションを取るかを決めると。で、create an outline for an essay using additional sources って言ってね。で、別のソース読んで、エッセイのためのアウトラインを作れっていうので、で、実際僕はスピーキングの授業でやってたのって、こういう感じ。ここは、まあ、エッセイを書けなんですけど、プレゼンテーションしろっていうやつで、実際に書いてあるのを読んで、その中からポイントをこう決めて、自分はどれに賛成っていう風にやって、で、プレゼンしましょう。アウトライン作ってね。だから似てるんですよ、すごく。で、まあ、解き方としては、ただやっぱね、解き方側になっちゃうわけですよ、見たらさ。ら最初の問題なんて、authors A and D は何て言ってるかっていうので、A と D だけ見ればいいわけじゃん、結局。他の人読む必要なくて。で、A と D の人で、で、共通してる部分を、選べばいいわけですよ。 A だけの意見もダメだし、 D だけの意見もダメだし、 A と D で共通してるのはこれですよってやつです。はい、だからまあこれは今のリーディングにもあるように2つの情報をね照らし合わせて、まあ今年でいうところのリーディングの第4問ですね。2文章で2人の意見で同じのはどれかっていう、まあむっちゃむずいやつでしたけど、それで答えを出すってやつです。で、次の Author B implies that ですね。こういう B がこうほのめかしてることですね。B の書かれてるものから。こういうのがまあトイックで難しくなる。で、これが共通テストが実施される前から自分が言ってたことです。いわゆる情報処理っていうので難しくすると。難しい知識は問えないんですから。共通テストの新しいやつも言ってます。難しい知識は問わないって。でも、間違いさせなきゃいけないわけですよ。で、そういう時にどういうふうに難しくするかって言ったら、情報処理の問題で難しくするんです。で、情報処理の問題って言ったら、トイックでおなじみな複数の情報を照らし合わせる、そしてもう一個が推測させるってやつですね。書いてある情報から言えることを導き出すっていうので、なんかね、そこメインポイントなのって思うような内容でしたけど、スマートフォン使うことじゃねえのみたいな思ったんですが、はい、まあ、ちゃんと読めてれば大したことないです。で、
問いさんに行くと、Now that you can understand the various viewpoints, you have taken a position on high school students' use of their smartphones in class. クラスでスマートフォン使うのに対して自分ではもうポジションを決めたと。And have written it out as below. ですね。それで書いたんだって下のように。Choose the best options to complete 3, 4, and 5. って言って、3、4、5でどれを選ぶかっていうので。で、あなたは high school students should not be allowed to use their smartphones in class. ね。スマートフォンをクラスで使うべきじゃないっていうのにあなたは決めたわけです。で、その中で、Authors 3 and 4 support your position って書いてあるから、そのスマートフォンを使うべきじゃないよ、クラスでっていうのを探すわけですね。で、The main argument of the two authors って言ってて、反対意見の人があって、その二人のメインポイントはどれかっていうので、まあ難しくないですよ。大して難しくないんだけど、なんかさ、わざわざ文章がさ、こうだよね、でもこうだよね、でもこうだよね、みたいな感じで、わざといいとこと悪いことを両方書いてやるので、まあその辺がややこしく作られてるなっていう印象です。だからなんかいいことだけ、悪いことだけって言ってバンって書いてくれれば楽なのに、わざわざなんかこう行ったり来たりしてるなっていう印象。で、次に、Step 3に行って、Create an outline using sources A and B って言って、アウトラインを書くわけですよ。自分が、ね、ライティングするときに。で、ソース A のまたリーディングがあって、まただからね、そこに書いてある情報のね、概要的なものが分かんなきゃいけなくて、まあ全然難しくなかったですよ。そして、次は、グラフがあって、そのグラフから言えることを選ぶんですよ。で、これもただグラフの内容と合ってるものを選べばいいだけだったんで、全然難しくなかったですね。まあ、やはりグラフのこの情報に基づいてとかっていうのは、まあ、昔からね、センター試験の時代からあるやつですからね。で、やっぱティープとかすごい好きだからね、ティープの問題ってめっちゃグラフ問題出てくるしね。はい、そして第 B 問ですね。この B が面白かったね。エッセイにコメントがついてて、どうやってそのライティングを直すかっていうやつなのね。横にね、先生からのコメントがあって、それどうやって直すかっていうので、まあ僕その添削のねサービスやってるぐらいですから、その添削する側なんでめっちゃ簡単なんですけど、それは同じようなコメントするなっていうのがねあるんですけど、問い1が文が2つあって、その中に加えるのだったら何かっていうやつでね、面白かった、うん、確かに飛んでるわけですよ。その論理の飛躍がある、こことここに、いやいやいや、もうちょっと詳しくなんでこうなるのっていうのを入れようよって感じで、問い2がまた2つの文があって、それをつなぐときに接続副詞入れた方がいいっていうので接続副詞を選ぶ問題ですね。今回 for instance, in contrast, nevertheless, therefore でしたけど、そうそうそう、こういうのも結構書くしね、自分自身添削してていつもここに接続副詞入れろって書くことすごく多いんで面白い。そして次がでトピックセンテンスですね。パラグラフのトピックセンテンスが合ってないよっていうのね、トピックセンテンスを変えましょう。じゃあ変えるときにどういうトピックセンテンスにしたらいいかっていうのを選びなさい。なるほどねって、もう添削してるから、まあライティングの力か、ある意味ね。で、その段落の内容に合ったものに変えると。で、最後コンクルージョンで、まあ、まとめになってんだけど、一文やっぱ合ってないんですよ。いやいやいや、バディの2つ目そんな内容じゃなかったじゃん。だからそのバディの2つ目をまとめたような言い方になるのはどれかっていうので選ぶわけです。いや面白いですよ、うん、なるほどねっていう、まあ、添削側の目線になる問題だからそうやって直すんかって思うけど、まあただね、これができるようになって自分で書けるかって言ったら絶対無理だと思いますけどね。やっぱ直せる側と書く側じゃ違うからね。でもまあ視点は分かりやすいかなって思うね。文と文とのつながりを考えないし、段落についてもね、トピックセンテンスとかちゃんと考えないでみんな書いてるし、コンクルージョンとかイントロダクションのパートもむちゃくちゃになってる人って多いので、まあ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 、その視点はわかるかなっていう感じです。だから頑張ってやってると思いますけどね。知識だけじゃなくて思考力、判断力、表現力を測るって言ってるから、まあ、この表現力っていうものはこうやって測っていくんだなと思いましたね。いや大変だと思うけどね、作るのこうやって。でリスニングの方は、まあ、1問しかないんで、リスニングはね、音声聞いて、あのハッピネスについてのやつでしたけど、でちゃんとメモしながらやっていくと、何とかどことかっていうのをね、こうやって埋めていくっていう形式です。ぶっちゃけむずいと思いますよ、相当。やっぱこれを1回で聞いて理解できるようになるためには相当なやっぱリスニング力が必要だと思いますね。なんできちんとリスニング力つけないといけない。で次にその発表、自分がこの要約を書くためにグループメンバー A と B と講義内容を口頭で確認しています。それぞれの発言が講義の内容と一致してるかどうか、 A の発言だけ一致する、 B の発言だけ一致する、どちらも一致する、どちらも一致しないとかね、これ難しいですよ。ちゃんと内容分かってないと解けないからね。で次の問題がまたグラフと照らし合わせるっていうですね、はい、グラフ使うっていうのでまたこういうの好きですね。情報処理問題。そう。で、トイックでは出ないこの情報処理っていうのがこの数値
なんでね、まあぜひね一回やってみてもらえればいいんじゃないかなと思いますね。まあ苦労して作ってるっていうのがわかります。大変だと思うよ。だってさ、スピーキングとライティングを入れないでスピーキングとライティング力を測るんでしょ。まあいろんな工夫がされてると思いますね。まあただまあめちゃめちゃ批判は来るとは思うんですけどね。また変わるのかっていうね、ほんと今の高一大変で、対策をする側もね、また本書かなきゃいけないのかとかね、せっかく今の本がね、また増刷機能も決まって売れてるんですけど、ガクっていう感じですね。はい、ぜひねシリーズよろしくお願いします。はい、皆さんはどう思われますか。ぜひね問題解いてみて、こういうふうに思ったっていうのをお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.